しくお願いします。今日は何をしますか？この間ね、コマショのショールームの洗面台を指で打ったんですけど、うん、今回はね、ヘラで打ってみようと思います。お、買ってきましたんでね、いろんなサイズがね。何種類ほど？今4種類、これで4種類。これぐらいの隙間やったら多分、これで今隙間何センチぐらいですか？何ミリぐらい？奥は3ミリぐらいで、手前5ミリぐらいかな。奥っていうのはこの反りくり返った上のところね、ここのが3ミリぐらいで、手前が5ミリぐらい。あ、そんななんか変わることあんの？壁がこう真っ直ぐじゃない。建築条件は現場に寄りけりということで、必ずしも真っ直ぐではないと。その隙間を埋めるホーキング作業をやりますと。ヘラで打つと。何か含んでるような言い方をしますね。この間ね、ちょっとね、コメントがありましたんでね。ご指摘があったので。はいはいはい。ヘラで打ってみようと僕、思いまして。こういう感じになってるってことね。丸くなってんねや。うん、多分この R のちょうど。ちょっと当たる箇所にっていうことやもんね。これやったらかな、テープもっと広さなあかんのかな。ヘラ使ったことないからね。ヘラ派じゃないの？ヘラ派じゃないんだよ。公式には決まってないの？公式でももう人それぞれなんじゃないの、うん、まあね。昔とあるメーカーのコーキング研修でやりましたね。昔覚えてますよ。あれヘラ使ったっけ？あれヘラでやりましたよ。みんなでね、ユニットバスの職人さんが公民館の会議室に集められて覚えとんない市役所の会議室に集められて、みんなでコーキングの打ち方の練習をするっていうの。結局職人さんによって違ういうことだよね。やり方が違うん、そうそうそう。ヘラで打つ人もおれば指で打つ人もおるしみたいな。コメントくれた人は多分ヘラ派なんでしょうね。これどうなんでしょうね。綺麗に収まるんやったら別にいいんじゃないの？いいと思う。俺はそれでいいと思う、うん、指で打った時のリスクっていうのは、要するにえぐれすぎてしまうっていうことよね。だから結局そこのえぐれた時に水が溜まってカビの原因になると、うん、っていうのが指で打つ時に起こりうる弊害だと。だからヘラで打ちなさいとっていうのが一応オフィシャルのオフィシャルのね、うん、ただその時にヘラで打ったとして、うん、ちょっとこう段がついたりして模様ができた時はどうしたらいいんですかって言ったら、え、どういうこと、どういうこと、打って、要するに話がちょっと横それちゃうんやけど、うん、お風呂の床目地があるわけじゃないですか、ここね、うんうん、ここも要はコーキングを打つわけや。これはまあ今回違うんやけど、コーキングを打つんですけど、本来はね、要するにここをマスキングテープずーっと貼るじゃないですか、うん、でヘラでねピーってやっていくと、ここの目地に引っかかってプリンってなるんですよ。ここでだからコーキングにシワが寄るんですよ。それどうするんですかって言ったら、うん、指で撫でてくださいって言われて、そのヘラの講師の人は、そう、どういうことやと、どういうことやって、うん、ちょっとそこで、うん、どういうことやって言った覚えがあるんですよ。ああ、うん、なったな、ほんなくそうそうそう。メーカーによっては床のこう目地が非常に細かい、うん、あのな、トートもリクシルもそうやし、うん、目地が細かくなってると、やっぱこうヘラで打つとデデ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 ってなるわけですやんか。じゃあそれはいいんかって言ったら、それはダメらしいんですよね。じゃあそれどうすんのって言ったら、指で直せって言われたから、おじゃあどっちやねんってなったのはマジで覚えてるんですよね。ちょっともう余談なんですけど、今回使用してるコーキングは何ですか？コーキングのメーカー、小西株式会社ボンドシリコンコーク、はいはいはい、防カビ剤入り。そうやね、これ重要やね、防カビ剤入り、これマジ重要。ちょっと高いからね、防カビ剤入りって。そうそうそう、実は、うん、でヘラで打ちますよ。打ちます。わかんない、いわゆる充填不足これ。そうやな、これちょっとね、ほんま僕初めてに近いから。どう、むずい？むずい、ガタガタになる。これでも指で打っとる人間やからわかるけれども、うん、指で何回もやると層も綺麗にいかんよね。あ、やっぱなんかボコボコしらしますやんか。そこやっぱヘラやったら綺麗んかな。綺麗になるんかな。あと手汚れへんっていうね。あ、それはある最大のメリットね。多分な、これ分かった。何来た、この角度や。あ、そうな。やっぱ何回もこう撫でれる。撫でれる。指じゃそうはいかんのか。時間かかってないですか？かかっとる。もういつもならな、もう一発でいけるんけどな。現場でもそんな感じでやってるんですか、作業？いやいや、ヘラで打ったら変からだから。ああ、そういうことね。これ練習やからもう。緊張の瞬間やね。どうどう？
この時に地味に注意せないなの壁紙持っていかない、ね、持っていかないね壁紙いってまうからマスキングテープ舐めんなよってやつね、うん、どう？あ、でもいいんじゃないこれ。ただちょっとやっぱ段々がついてしまうかな。これでも綺麗と思いますけどね。うん、やっぱりラインが出るのが一番綺麗ですよね、こうビーンって、うん、非常に綺麗にできてると思います。ヘラのチョイスも良かったのかな。今回はどのヘラを使用したんですか？3ミリ、5ミリの隙間でこの10ミリのヘラで良かったな。ちょっとくっついてきたかこの5ミリになるかな。コーキング幅が10ミリだからって10ミリのヘラ買っちゃダメ。ダメだと思う、うんうん、今回使用した10ミリのヘラっていうのはコーキング3ミリから5ミリのところね、うん、洗面台やったりとかっていうのはそれでいけるってこと、うん、多分そういうことだと思う。続きましては、続きまして、これもっと大きいヘラを買ってきた。コーナー用パティシエが使われてる、ね、角になってる。そうそうそう、だからもっと俺幅広いんが打てるんやなと思う。どんぐらいの幅は今で2センチぐらいじゃん。もう指楽勝で入ってまうぐらいの、うん、手のひらぐらいの厚みの隙間ね、うん、こういうとこを打ちたかったら。こんなん打つときってあんの？実際あるよ、全然あるよ、もうこういう感じだったもん。あ、そういう設置の仕方ね、うん、これをちょっとやってみたいから、この洗面台のさっき言ったシリコンを除去して洗面台を2センチぐらいちょっとずらしてやりますんで。わかりました。コーキング打ちますんで。じゃあ次は除去し終わった2センチ空いた洗面台にジャンプするってこと、ね、ジャンプする、の、はい、ジャンプしとる間にもう引き出しもぶっ飛んでいって洗面台左に動かしました、うん、なんか裏技してる。バックアップのバックアップだねこれ。